こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今日は、7月11日です。明日がちょうど中日になってくるんですけれども、中盤戦からこれから後半に差し掛かると、こういう状況であります。今日もまだ、丹後地域を回しておりまして、今日はですね、福知山から出発しまして、それから、宮津の方に回ってきました。今綾部のホテルで、ちょっと食事をとりまして、これから、演説会綾部と福知山にまた行って、今日は舞鶴に泊まると。そして明日舞鶴をずっと回って、舞鶴の演説会を終わって、深夜に京都に戻って、また、明後日から京都と、まあ、こういう日程で、今大体この辺がですね、参議院選挙、私も、2回目ですけれども、一番まあ、ハードなところに差し掛かっているところであります。そしてこの丹後地域をずっと回ってましてですね、感じたことは、実はこの丹後地域、過疎化で悩んでおられるんですけれども、かつてはですね、やっぱり産業が丹後ちりめんというですね、織物産業が非常に盛んだったんですね。ですから、ちりめん街道というこの、与謝野町から、この丹後の方にかけてですね、行く道に、その織屋さんが並んでおりまして、その織屋さんの家というのが大変素晴らしい立派な家並みがまだずっと残ってるんですね。でかつての、映画の、その示すような、そういう家屋敷がたくさん並んでるんですが、まあ、こういう産業がなんでどうして落ち込んできたかと。で結局は巻物離れということももちろんあるんですけれども、もう一つですね、織物産業などは海外に、例えば韓国とか北朝鮮とか中国とかに、技術を、教えてですね、そこで、織物を作ったりするというのが、かつて流行ったことがあるんですね。そうしますと安い人件費で作れると。で誰かが一人そういうことをやりだしますと、結局競争力で負けてきますから、みんながそちらの方に行ってしまうというようなことで、海外で生産をして、結局日本のこの雇用がなくなってしまったということなんですね。でそういうのを見てますと、実は今日本で起きていることと全く同じようなことがこの丹後地域でも起きていたということで、いわゆるグローバル化、まあ、輸出を伸ばしていくというのはいいんですけれども、輸出ではなくて、この頃はですね、生産の資本と技術と人、そういうものを一挙に海外に持っていってですね、海外の安い労働力で日本の技術と資本を投入すればですね、同等以上のものが作れると、まあ、そういうことがビジネスモデルとして、もう今確立されてしまっているわけです。でそうなってくると、日本国内では、まあ、雇用は持たないわけですよね。雇用がどんどん少なくなって、結局のところ、企業は儲かるように見えるけれども、その企業もですね、結局その競争がどんどん激しくなると、また違う先に投資先を変えていくと。こういうことで、まあ、一番効率的なところに投資をしているようで、企業の論理としては正しいようだけれども、結局はその企業が去った後の国はですね、先進国もそうだし、投資された国がまた違う後進国に回っていく場合、その投資された国の雇用もまたなくなるわけですから、結局はそういう残骸ばかりがですね、各国に残ってくるんだなと。そのことをですね、今日、丹後地域を回りながら、そのかつての、映画を誇った、その柳を見ながらですね、感じたわけなんです。まあ、こういうことで、結局今、まあ、TPP も含めですね、グローバル化に対して私は警鐘を乱打しているわけですけれども、京都の丹後地域、北部地域の様子を見ましても同じものを感じたということでありました。またこういうこともですね、演説会などで皆さん方にお話をしたいと思いますが、ぜひ皆さん方にもご理解をいただければと思っています。ではこれから演説会に行ってまいります。今日もご覧になっていただきましてありがとうございました。